ベレームは、フランス、ノルマンディ地域圏、オルヌ県のコミューン。ペルシ地域圏自然公園の中心にあり、ペルシ地方を見下ろす丘の上にある。土地の名は10世紀に、ビリーズモと綴られていたことが証明されている。ガリアの女神ベリ様に由来する。平里都市の通りベレームは、10世紀から1113年まで、ベレーム領主の本拠地だった。イングランドをおよび、 ノルマンディ以降のヘンリー石学王は、1114年に占領、1228年には、ルイ・セ王が、1413年にはブル・ゴーニュ派が、1424年にイングランド軍が、1449年には、アランソン公、ジャン二世が占領している。この地で最も重要なエピソードの一つは、摂政ブランシュド・カスティーユによるベレー無占領である。これは、ブルターニュ公。 ピエール・モー・クレールから騙し取るためであった。17世紀、二人のベレエム住民が、ヌーベル・フランスへ移住した。彼らはカナダにおける、ペルシュ人の偉業に貢献した。マルゴンティエの五人、フランソワ・プブレは、子孫なく1657年に死没。彼の弟デメニュの、五人ジャン・バティスト・プブレは1697年に、ケベックで死没。ケベックにおける、プブレ制の先祖である。 1784年まで、ベレームでは、パリとブルターニュ間の王道が交差していた。パリから、ドルー、シャトーヌフアンティメレ、レマラール、ベレーム、イジェ、ボーネターブル、ルマン、アンジェ、最後に、ナントに到達した。この時代以降、王道は迂回し、ノジャンイコールルイコールロトルー、ラフェルテベルナール、ルマンを通るようになった。1789年4月。 ノジャンイコールルイコールロトルーと協力し、ペルシュ博領内の身分制議会において招集された。ベレームはモルターニオをペルシュに勝つことに成功した。フランス革命時代のベレームは軍の中心であった。ベレームでは特に17世紀と18世紀に織物産業が栄えた。他に特筆すべきものは石鹸製造である。 2016年時点のコミューンの人口は1515 15人で2011年当時の人口より3.93%減少した参照もと1962年から1999年までは複数コミューンに住所登録をするものの重複分を除いたものそれ以降は当該コミューンの人口統計によるもの1999年までイヘス・カジニー 2006年以降は NSEE ありがとうございます。